この間ね、駿河屋さんで買ったプレイマットを使ってるんですけどね、こちら。すごいね、カメラずっと、ここ、顔を追いかけてますね、ピントが。はい。で、今回はね、ヴァンガードなんですけど、ブーストパック第7弾、縦横爆心ですね。こちら、何回目 ?3ボックス目か4ボックス目だね。っていうのが、駿河屋さんでね、すごく安く売ってるんですよね。だいたい300円ぐらいかな。セールにもかかったりとかするんで、300円ぐらいなんですけど、まあ、SP が欲しいと、とにかく。で、まあ、この辺の SP 持ってるんですよね、見えてるの。あれが入ってるんですよね、確か。天宮啓太さんの、あれだ、ダークロード・オブ・アビスだっけ。あれの SP が欲しいなと思って。いやさ、買ってもね、買っても、言っても、あれっすよね。多分、数十円の世界なんですよね、昔の SP なんで。だけどパックから出したいと、どうしても好きなカードは持ってないんですよね、あの SP。 ほい、30パック入ってるからね。あれ、あ、初回版、あ、これだ。あ、仕切り当たりじゃない、これ。初回版だから仕切りが入ってて、 これだね。はい、こちらちょっとね、サクッといきたいんで、30パックあらかじめちょっと抜いておこうかな。ちょっとハサミ入れてます。で、30パック分剥き終わったところですね。30パックだから150枚か入ってますね。半分ぐらいいこうか。半分、これ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 、このあたり、このあたり、よいしょ。だいたい4枚目だね、4枚目。はい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 、レアだ。外れ。はいはい、次、ああ、このグレートネイチャーハイビーストっていうのが人気がないのかな、わかんないけど、なんでこの箱が安いかと思います。もうこの像めっちゃ好き、超リアルだよね。おー、かっこよ。守ってるけどね。ああ、取りすぎた。あ、そうだ、何個かあれだ、外れ券もう抜けちゃったからね。2、3、次、よっしゃ。来た、夜空の舞姫、百瀬久志さんのイラストですね。私の大好きなイラストレーターの。あ、珍しいね、こっち向きって顔がね。あ、こっち向きが多いのか。はい、まあまあまあ、レアだけど、あ、大当たり、私にはね。はい、うわ、怖っ。これは、はい、P カーブダブルレア。そっか、あれだね、グレートネイチャーと、あの、なんだ、ペールムーンが多いから、多分そんな人気ない。お、かっこよ、ミッドナイトインビード、かっこいいな。ペールムーンのファイル作ろうかなと思って。多分結構面白いよね、イラスト素敵だから。なんだろう、こういったこうイラストがあったり、こういうのがあったり、多分相当カラフルだよね、ファイル作ったら。面白そう。お、びっくりしたの。え、なんでこの時代にリンクジョーカーいるのと思ったら全然違った。エンジェルフェザーのワーカロイド、なんか白と赤と黒だとリンクジョーカー見えない。にょ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 、ああ、ん、ケーブルシープ、これ持ってない気がするぞ。ダブルレアか。まだまだ持ってないのあるね。3ボックス向いたぐらいじゃん。ロックス。はい。出ねえな。SP も確定じゃないですよね。多分3、4箱に1枚でしょ。はい。これもペールムーンだからね。やっぱペールムーンファイル作ると面白そうだね。いろんな、なんだろう、カラフルなカードが多くて。あ、これも好きなやつだ。バトルシスタースフレ。好きなやつだってな。イラストが好き。にょ、春風のメッセンジャー持ってたよね。はい、どんどん行こう。これもペールムーンだからね。結構いろいろあるペールムーン。はいはい。こういったね、ゴブリンがねたくさん出るのがいいですよね。ああ、イエローボルト、待ってよ。ダブルレアが今3枚。え、何枚出るんだっけ、ダブルレア。5枚ぐらい出たっけな。お、はい、
あ、あれだか。はい。あ、どこ、これ、ペールムーン。ほんとカラフルだけど。カラフルだけどイラストが良いものが多いですよね。レアか。おお、これが好きですね。バジリスクさん。んで、ん？あ、これか。ランプキャメル。ダブルレア。ダブルレア止まりだね。トリプルレアもまだ出てないし、まだまだ期待が持ってるね。あれ？1,2,3,4,5 あれ？あ、そっか、え、光物確定じゃないのかな。あれ、ちょっとずれてた、僕、私がずれてたかも。いいよね。うん、まだダブルレアまでだね。レアか。怖っ、これ怖い、超怖いね。よいしょ。さあ、レアか。オラクルシンクタンクとさ、なんだろう、エンジェルフェザーあたりのファイルも作ってみたいよねって、作りたいファイルばっかだね。あ、もう見えちゃったね。これ、天宮啓太さんのね。はい、真理の守護者、ロックス、トリプルレア。え、ま、以上かな？以上かな？あ、この光り方は？ああ、レアか。あ、これ当たりじゃない？あの、裏表紙の子だよね。あの、仕切りにいた子。出た、持ってたっけ？持ってるよね、多分。あ、トリプルレアか。トリプルレア何枚？ 3 枚ぐらい出たような気がしない？確か、ワンボックスで。ダブルレア5枚出てるから、もう終わりかな？もう1枚ぐらいトリプルレアか、SP が。レアか。この光り方はレアか。はい、はい、はい、うん、レアかな。レアだね。いいよね、ペールムーン。本当動物いるしね。お、バトルシスターグラッセ、これも私の大好きな百瀬久志さんのイラストですね。めっちゃあるけどね、家に。あ、これトリプルレアか。シャム、シャムシャル、シャエル。トリプルレアですね、はい。トリプルレアもうないかな、じゃあ。はい、レアだね。スカイ V17。これラスト。あ、レアか。ほい。お？ QI のサキバス。あ、持ってるか。持ってんな。っていう感じでした。なんだっけ。ヴァンガードブースターパック第7弾15爆心を開封したわけなんですが、出たのが、トリプルレアが3枚か。あ、3枚。やっぱ3枚だね。まあ、悪くないかな。で、残念ながらスピア出ませんでした。と。欲しいよな。で、ダブルレアはこんな感じですね。で、レアがいっぱい。この辺のレアのカードもだいぶ溜まってきたよね。それは3ボックスも4ボックスも向いたらね。何ボックス目？ 3 ボックス目か。多分。全然出ないね、SP。はい。っていう感じでした。まあ、こちらもね、なんだっけ、ヴァンガード、ブースターバック第7弾、需要爆進、駿河屋の方で爆安、売り出し中なんで、またね、駿河屋さんでなんか買うときがあれば、ついでに買おうかなと思います。ほとんど SP チャレンジだね。はい、まあ、300円だったらいいよね。はい、っていう感じでした。ヴァンガードね、まあ、今度パックも開封しますし、ストレージでね、買ってきたもの、いいカードなんか、いいカード、イラストの良いカードなんかをね、中心に紹介しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、以上です。ありがとうございました。バイバイ。